Here they are for one and all. The Moomins are about to call. Come on and sit down here with me. They're here for you on your TV. They are the Moomins. They are the Moomins. So come with me, give me your hand. I'll take you up to Moomin Land. You can fly just like a bird and sing the best song ever heard. There with the Moomins. 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 Ba 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 ba. さあ、早くいらっしゃい。ここがムーミンの家よ。その日は午後から雨が降り出したので、ムーミンは家の中で遊びました。そして夕方近く、トゥーティッキーが訪ねてきたのです。こんにちは、ムーミン。あ、いらっしゃい。ママ、トゥーティッキーが来たよ。さあ、おいで、ニンニ。入ってらっしゃい。あれ？誰かと一緒？そうなの。ニンニを連れてきたの。ニンニ？さあ、おいで。誰もいないよ。それがいるの。姿は見えないけど。本当？ええ。あなたは本当に恥ずかしがりやね。いいわ。それじゃあ、あなたの好きな時に入ってらっしゃい。でもずぶ濡れになっちゃうんじゃないの？大丈夫。姿が見えない時は濡れないのよ。へえ。いらっしゃい、トゥーティッキー。あら、みんな何を見てるの？あなたたち知ってるでしょ？人は、特に子供は、あんまり何度も脅かされると、時には姿が見えなくなってしまうわね。そうでしょ？そうね。表にいるニンニもそうなの。おばさんからひどくいじめられたわけ。その人はニンニを本当に好きでもないくせに世話をしていたのね。まったくひどい女だった。言っとくけど、怒りっぽい人じゃないのよ。その方がずっといいわ。ところが、このおばさんのいやらしいところは、氷みたいな皮肉を言うことなの。皮肉ってどんなこと？そうね、もしムーミンがこの部屋で遊んでいて花瓶を壊したとしたら、ママはどうするかしら？まず怒る、気をつけなさいとかなんとか。でしょう。それが当たり前ね。ところがそのおばさんは違うの。怒らないの。でも冷たく言うの。ダンスが上手に踊れないからって何も花瓶に八つ当たりすることないでしょ。こんな調子なんて嫌なやつ。毎日毎日皮肉を言われるものだから、とうとうあの子は青ざめてしまって、橋の方から色あせてきて、だんだん見えなくなったのよ。先週の金曜日にはまるっきり姿が消えてしまったんですって。かわいそうに。私が顔を出すとおばさんは、見ることさえできないんだからこの子の世話はできません、言うじゃないの。あんたはその女をどうしてやったの？頭をガツンってぶん殴ってやったの？あの皮肉屋にそんなことしても役に立たないわ。私はニンニを家に連れてきた。そしてあの子の姿を見えるようにするにはここしかないと思ったの。ママはそのおばさんとは正反対の人だからね。そう、その通りよ。それにムーミンも遊び相手になってくれるだろうし、
その子は口を聞くの、トゥーティッキー。それが喋ることもできなくなってしまったの。まあ、僕もちろんその子と遊ぶよ。でも姿は見えないし口も聞けないんじゃ、どうやったらその子と遊べるの？気がつかなかったでしょうが、おばさんがニンニの首に小さな銀の鈴をつけたの。あ、ドアが開いた。ニンニをきっと。さあ、ニンニ、入ってらっしゃい。どうぞ。大丈夫よ、こちらいらっしゃい。ここがあなたの新しいお家よ。ムーミンにはさっきあったわね、パパとママよ。それからフローレンとミーとスニフだよ。よろしくニンニ。今みんなでお茶を飲んでたところなの。あんたも何か飲む、ニンニ。わかったわ。あんたにはキイチゴのジュースを作るわね。ほら、お前たち何してる？その子に道を開けてやりなさい。さあさあ、奥へどうぞ、ニンニ。実を言うと、ニンニについては他には何も知らないの。知ってることは全部お話ししたわ。ニンニをよろしくね。安心していいですよ、トゥーティッキー。さあ、ジュースよ。はい。私、急ぎの仕事があるの。だから帰らなくてはならないんだけど、時々この子の様子を知らせてくださいね。私も顔を出すつもりだけど。任せてちょうだい。それじゃあ。なに？こちらに確か他にも泊まっている人がいたんじゃなかったかしら。おお、トフスランとビーフスランのことですね。あの人たちは先週出ていきましたよ。それなら。あらあら、みんな飲んでしまったの。もう一杯飲む？もういいのね。ついてきてるのね、ニンニ。じゃあ行くわよ。さあ、お入りなさい、ニンニ。ここがあなたの部屋よ。リンゴとジュースをここへ置いときますよ。好きな時にお食べなさい。おやおや、もう寝てしまうの？そう、今日はたくさん歩いて疲れたのね。明日はお寝坊してもいいのよ、ニンニ。もし夜中にどうしても怖くなったり、何か欲しいものがあったら、前の部屋へ来て私を起こしなさい。そうね、耳元で鈴を鳴らしてくれればいいわ。それじゃ、おやすみなさい。寝た？ええ。今思い出したんだけど、ママのあの手帳に何かいい薬が書いてあるんじゃないかな。おばあ様の手帳にはいろんな薬の作り方が書いてあるけど、姿が消えた時の薬はどうかしら。とにかく見てごらんよ。あれは確か寝室に置いてあったわね。書いてあるといいね。人が霧のようになって姿が見えなくなった時の手当て。すごい、あった。その晩、ママは遅くまでかかって姿が現れる薬を調合したのです。どうやら大層込み入った処方だったようですよ。
少しでも効いてくれるといいな。おばあ様の薬は絶対に効くわ。信じるよ。それにしてもあの子はまだ起きないのかな。靴が見えてきたんだ。パパ、パパ。いや、おはよう、ミー。ねえ、あの子起きたの？ああ、起きてるよ。じゃ、どこにいる？もう朝ごはん食べちゃった？さあな、ムーミンと一緒に食堂に行ったから。静かにしてよ、二人とも。今ニンニがお薬飲むところなんだから。さあニンニ、ぐっと飲んでごらん。そうそう、その調子。よし、いいぞ。じゃあ朝ごはん。あら、靴が浮いてる。そうさ、ニンニの足の先が見えてきたんだ。ずいぶんちっちゃな足ね。きっとスマートな足なんだ。足が見えたんなら顔ももうすぐ見れるようになるかしら。姿を消すくらいだから、あんた自分の顔に自信持ってないのね。ミーの言うことなんか気にしないで早くパンを食べなよ、ニンニ。後で遊びに行こう。かくれんぼはダメよ。ニンニを見つけるの大変だもの。鬼ごっこもダメだぞ。そうだな。キノコ取りはどうだい？キノコ取りは遊びじゃないよ。でもあれは面白いぞ。どうだい、ニンニ。よし、決めた。今日はキノコ取りの競争だぞ。いや、僕食べられるキノコと毒キノコの区別がよくわかんないんだ。面白い。パパ、パパ、見てごらん。ニンニの靴の先が見えてきたよ。おお、早速ママの薬が効いたのかな。違うよ、薬はさっき飲んだばかりだもん。それじゃ、ゆべママが優しくしたのが効いたんだな。薬より愛情の方が効くんだ。まあ、そういうことかな。ママ、僕たちニンニを連れてキノコ取りに行ってくる。それはいいわね。おはよう。おはよう。おはよう。あの子どこにいるの？随分取ったね、ニンニ。よく見つけたな。君は目がいいんだね。僕はちょうど君の半分くらいしか取ってないな。おい、ムーミン、どのぐらい取った？お、すごいな、たくさん取ったんだな。え、うん、まあな。僕の倍はあるぞ。これ、本当にムーミンが？なんだ、あれはニンニが取った分じゃないか。うん、まあな、そういうこと。きっとこの子、おばさんにしょっちゅうキノコ取りをやらされてたんだわ。だからこんなん取れるのよ。そうだな、おばさんっていう人はそれでも不満でいじめたんだ。本当に気の毒だわ。天気だ。嫌なやつが来た。大嫌いよ、あたし。いや、久しぶりだな、ムーミン。近頃お前の顔を見ないからせいせいしてたんだ。ムーミンも言うじゃないか。ところでこのカゴどうして宙に浮いてるんだ？お前には関係ないよ。早く行けよ、スティンキー。ああ、わかった。
こいつちょっとばかしいじめられて姿を隠しちまったんだ。ニーニー、僕カゴを持ってあげる。さあ行こう。行こう、ニーニー。おい、弱虫、お前はどんな顔してるんだ。青白い泣き連れてる。いい加減にしろ、スティンキー。ニーニーは気の毒な女の子なんだ。そう、気の毒だよな。一度この世から姿を消した者は絶対に姿が戻らないもんな。そんなことあるもんか。いい、お前知らないんだな。パパもママもニンニは絶対にまた見えるようになるって言ってるよ。この子をがっかりさせないために嘘を言ってるのさ。あんたこそ嘘つきよ。ニンニは必ず見えるようになるわ。昨日は足が見えなかったのに、今日はちゃんと足が見え。あ、うら、その足もだんだん見えなくなってきた。もうすぐ消えるぞ。ニンニ、ほらな。お前のせいだぞ、スティンキー。いくらムーミンママでもその子を元に戻すことなんかできない相談さ。かけてもいいぜ。ニンニはママの秘伝の薬を飲んだんだ。僕たちはみんなニンニの力になってやるんだ。ニンニは絶対に元の姿に戻るんだぞ。このカゴは誰の。私とミーです。残念だけどあなたたちが一番ダメね。私たちが探したところあんまりキノコが生えてなかったんだわ。数の少ないこと言ってるんじゃないわ。ほら、毒キノコが入ってる。ベニタケでしょ。これはハエトリタケ。よく見て覚えてちょうだい。これがムーミンでこちらがスニフね。毒キノコ入ってる。そうね、ミーたちほどじゃないけれど、これはアミガサタケ、これはテングタケ。おやおや、二人とも同じ毒キノコ取ってるわ。それに引き換え、すごいのはニンニのカゴね。毒キノコは一つも見当たらない。その上よく一人でこんなにたくさん取れたわね。どこにいるの、ニンニ。出てらっしゃい。ほら、ママが呼んでる。出といでよ、ニンニ。ありがとう、ニンニ。明日にでもキノコ料理作りましょうね。足が見えてきた。よかったわね、ニンニ。あなたの顔がもうすぐ見られるのね。そうよ、もう少しの辛抱だわ、ニンニ。スティンキーのおバカさんの言ったことなんか忘れることね。そうだよ、嫌なことは忘れるに限る。だから僕はいつも幸せなんだ。そうね、他はダメだけど、そこだけはスニフを見習うといいわ、ニンニ。あなたは本当は物知りでしつけのいい子なのね。でも少し気の弱いところがあった。そうでしょ。わあ、見えてきた、見えてきた。すごいぞ、ニンニ。おめでとう、ニンニ。あなたはもう少し経てば全身が見えるようになるわ。そうね、でも可愛い女の子がずいぶん地味な服を着てるのね。明日も早く起きる必要はないぜ。ママがそう言ってた。また遊びに行こうな。おやすみ。何してるんだ、ママは。何時だと思ってるんだね、ママ。いい加減に寝ないと明日起きられないよ。見て、どう、パパ。もういいな、とても可愛いよ。
久しぶりに女の子の服を縫ってとても楽しかった。あの子に似合うと思うわ。これは？リボン。おはよう。ずいぶん早いね、ミー。ミーニーはまだ寝てるよ。早いな、ミー。ミーニーと遊ぶのよ。まあ入れよ。あの子がどんな顔してるか気になるわ。僕も早くニンニの顔が見たいけど、当分は無理だよね、パパ。そうだな。少しずつでもいい。あの子の体が見えてくるようになれば私は嬉しいわ。あ、今ドアの開く音がした。起きてきたんだわ。私の作ったワンピース気に入ってくれたかしら。よかった、よく似合うわ。元に戻った。スタイルは、まあまあね。皆さん、いろいろありがとう。声はまあまあよ。まだ顔が戻らないニンニーでしたが、ムーミンたちはその声を聞いてほっとしました。とても綺麗で柔らかな声だったからです。ニンニは日増しに明るさを取り戻していった。スティンキーにいじめられてももう姿が見えなくなることはなくなったんだ。でもいつになったら彼女の笑顔が見られるんだろう。次回、楽しいムーミン一家第10話、笑顔が戻ったニンニ、お楽しみに。